どうもエルザレートです。今回は金目鯛美術館のバンカラマッチルール別マップ調査となります。この動画ではマップから読み取れる情報や実際のバンカラマッチを経験して感じたことをもとにまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっています。少しでもバンカラマッチを楽しく攻略してもらえればと思いますので、一つの情報として見ていただけますと嬉しいです。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。ガチエリアは中央にエリアが一つ設置されているので、比較的自陣から塗ることが可能となっています。マップの構造でなかなかエリアの確保が難しいので、キリ力が求められる部分が多い気がします。まずは前線ポイントからです。抑え込むのであれば取りたい場所というところですね。自陣の高台から無料することができるので、取ることができればカウントを稼ぐことが可能となります。ただし攻めすぎて全滅すると一気に状況が変わるので、引き際も非常に大事となっています。次は守りのポイントです。エリアまで遠いマップ構成なので、高台は取られたくないところとなります。侵入口も正面しかないので、しっかりと塗りやボムで処理するのが大事です。左側は敵が侵入できるので、こちらも意識高めで見ることが重要となります。最後に塗りポイントです。エリアを境に塗り合戦になるので、サイドを取っていきたいというところがあります。特に右側は敵が複数いる可能性があるので、処理をしてから塗るのが大事です。デスするリスクもあるので、柱をうまく使っていくことが重要となります。ガチエリアでエリアを取るために下に降りる必要があり、ある程度のリスクを負う必要が出てきます。そのために安易に攻めるとカウンターを食らう可能性が高いので、しっかり障害物を使って敵を倒していきたいところですね。中央を取ったら広く足場を取るのも意識していきましょう。ガチアグラはマップの大きさの割にルートが遠ざかっていくように進んでいくため、まとめてデスすると逆転がされやすいように感じます。連続で落ちるのは避けたいルールになってますね。まずは前線ポイントからです。矢倉を進めるのであれば必ず取らないといけない場所となります。奥のスロープまで進めるのもいいんですが、相手に挟まれやすいので障害物が多いこの辺りで暴れるのがいいと思います。ボムでしっかり牽制していくということも非常に重要になります。次は守りのポイントです。矢倉は中央を境に睨み合いになるので、取られたらカウントが進むと思った方がいいです。自陣高台から防衛するにも左側しかない上に置き位置されやすいので、焦らず相手を処理していくことが重要となります。最後に塗りポイントです。矢倉を止めるためにはまず足場を整えることが重要となります。矢倉乗りのスペ蓄積と広場分のスペ蓄積で一気に畳みかけられるので、塗りで適応制圧しつつスペシャルをしっかり貯めていくということが非常に重要となります。ガチアグラに関しては金目鯛自体はゴールまでの距離が思ったよりも近いので、デスが重なるとかなり厳しい状況となってきます。なるべく死なないように相手との狙い合いをしつつ、甘えて攻めてきた相手を潰しながら人数利用を作るというのが非常にいいかと思います。人数有利さえ取れれば味方も攻めに転じやすくなるので、矢倉に乗る人はスペで応戦するというようなこともいいかと思います。ガチホコは関門が一つしかありません。また敵陣に入って高台を使って侵入などができるので、ルート先からしっかり守っていく必要がありそうです。まずは北ショットのポイントからです。敵の防衛ポイントに適度に打つといいかと思います。特に関門近くには敵が待ち伏せしているポイントなので、完全に確保できるまではホコショットで無理やり引かせつつ味方の圧を期待するのがいいかと思います。次は守りのポイントです。第一関門を守るように広く取るのがいいかと思います。正面だけだとホコショットやスペシャルの餌食になるので、しっかり挟み込むように防衛ラインを保つといいかと思います。最後に塗りポイントです。スペシャルの確保とルール潰しのために広く塗りを意識していくのが必要かと思います。また塗りが広ければルートの選択も増えるので、なるべく広く取って敵をばらけさせるようにしてみましょう。ガチホコに関しては
ルートは2つなのですが、どちらもデスが重なったタイミングで進められるルートとなってます。しかもカウントの進みも早いので、なるべく抑えたいところなんですよね。キルを狙っていくっていうのも大事なんですが、足元をしっかり抑えればそれだけ進みづらくなるので、塗りは意識していくということが非常に重要かと思います。ガチアサリは中央だけでなく自陣の高台にもアサリが置いてあるので、取り忘れをしてしまうと忍び込んだ敵にアサリを渡してしまうことが起きます。アサリの管理は非常に大事になりそうなマップですね。まずはシュートポイントから見ていきます。正面だけでなく動く高台からシュートをすることが可能となってます。シュートコースを覚えるとかなり有利に動けます。特に左側の高台を取って敵陣の抑えに行けば、さらにポイントも稼げそうです。次は守りのポイントです。守るところが多く、なるべくルートを潰すように守るのがいいかと思います。シュートするにも高台まで上がる必要があるので、動く高台をうまく使って圧をかけていきましょう。最後に塗りポイントです。広場をなるべく塗りつぶしてアサリが確認できるようにしたいというところがあります。特に左側の小さい台はイカロールをうまく使うと一瞬で高台に侵入ができるし、ここからアサリを味方に投げてサポートすることもできるため、取りたい場所というところになってます。ガチアサリもマップの構造が狭く、ゴールまでの距離が近いです。そのためデスを抑えつつ、しっかり足場を確保してスペシャルを活用していきたいところとなります。試合が平行線になりやすいので、ワンシュートをしっかり決めていくことが重要かと思います。いかがでしたでしょうか。金目鯛美術館はマップの構造上、スタート位置から各ルールに関与するまでの距離が遠いので、1デスが他のマップに比べてかなり痛いです。焦ってスパジャンで戻りたくもなりますが、冷静にスペシャルを貯めて落ち着いて対処していきたいところとなりますね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。